はいどうもさっくんです。今回はこちらのトミックスのアーバンライナープラス限定品8両セットの開封加工紹介をしたいと思います。なんでこのタイミングでやるんかと言いますともう来月の3月14日のダイヤ改正で特急火の鳥がですねデビューしてこの21000系アーバンライナープラスが えすごい運用が縮小されるということで、すごいあの一部のえ主役を引退するということで、どこにあの再配属されるかちょっとわかんないんですけども、今みたいにあの前運用で賢島行ったりとか、鳥羽行ったりとかそういう運用もまた、またこれの車両で増えてくるかなということで、 まあこれからもまだまだ走ってもらいたいので、えー、ちょっと紹介したいなと思います。えー、こちらのもう一つですね。基本と増結セットがあるんですが、えー、僕はもう加工も何も、えー、ちょっとあんましなくていいような、この限定品ですね。買いました。で、これ全部あの、TN カプラーになっておりまして、でもそこの、 えー、カプラーの加工は一切してません。もうこの状態が正規、えー、の状態になっておりまして。あともういじるといった貫通扉を、えー、軽グレーに塗って、あとはスカートの足を艶消しブラックで塗ったぐらいですかね。あとはウェザリングしたりとか。本当にその程度になっております。 ほぼ加工じゃなくて、まあ、開封レビューとしてご覧いただければと思います。では、えー、早速見ていきたいと思うんですが、一番この上の方、これがあの、ナンバ名古屋、ナンバ寄りですね。このパンタグラフが先頭になっている方、これがですね、 大阪ナンバー型になります。こんな感じですね。えー、どれが新規でどれがそのままかちょっと覚えてなかったんですが、ほぼ新規だったと思います。えー、以前のアバンライナーはダブルパンダだったんですけども、えー、更新されて、えー、パンダウーフがここになし、えー。1個になりましたね、ここは。で、ヒューズボックスがこの3つ。 なったということになりますで先ほど言ってましたスカートの足、えー、これですねで連結器周りも、ね、これつや消しブラックで塗ってます、えー、これで大分、あのー、見た目は実写に近づいたかなという感じですで床下機器は定期検査上がりをちょっと再現したので え、台車は、え、普通に、ネズミ色で塗装で、この他、最近は、あの、再塗装されないので、え、これは、あの、ガンダムワーカーじゃなくて、えっと、トミックスの、え、ウェザリングのペン、あれじゃないですか。それを、え、茶色で塗ってます。それ使ってます。で、 えー、貫通扉の、えー、カルグレーというのはこの色になりますね。こんな感じの色ですね。えー、全部そうです。えー、ここはあの、もともと白と、えー、ホロが完璧にネズミ色のグレーだったんですけども、えー、それを完全にこのカルグレーで、一色で塗りました。まあ、これ見た目ではあんまわからないんですけど、 え遠目で見てアーバンライナーのフォローはあのグレーじゃなくて本当にあの薄いグレーになってるんですよなので、えー、この軽グレーミスタカラーの軽グレーを塗りましたそしたらまあこんな感じですね貫通トイレも一緒ですその他、えー、行き先表示ですねアーバンライナーは先頭に行き先がないんですけども横に一応トミックスは この行き先のこの窓みたいなのついてるんで、まあ、気持ち程度なんですけどね。まあこれに、えー、まあ付属がないので、これは GM の22000系 ACEO の行き先表示のシールを使いました。えー、その行き先だったら、ちゃんと号車番号も書いてるので、でまあちょっとナンバーが若干 右寄りではあるんですがこれぐらい雰囲気でわかるでしょうということでこんな感じでえい、ー、きましたこれあのだいぶ前の加工紹介でやったと思うんですがまあ多分あのその辺から見てる方少ないかなと思うので改めてえー、今回このようにご紹介させていただきます 次2両目ですね。2両目これ、車椅子対応ということで、えー、扉はプラグドアに変更されてますね、2両目はで。もちろん貫通扉もこれ、カルグレーですね。で、これ7号車なんで、えー、また7という表示があります。えー、こちらの、えー、SIV ですね。 MG じゃなくて SIV だったかなでコンプレッサーがこのように、えー、除湿とあとはまあ冷却のファンファンじゃないえー、抵抗抵抗というかこれ冷却のこの管がつながっているんですけどそれが一応再現されています。 こんな感じですね、はい、次3両目ですね、えー、3両目は、えー、また M 車の、えー、抵抗器とかがついてる制御器もついてる車両になります、えー、こちらのパントグラフも1個省略されてますこうですね これに関しては、えー、パンタの台座が残っておりますね。で、その後ろに、まあ、そのまま、えー、併用した感じで、ヒューズボックスついております。はい、次が、4両目ですね。えー、ここからもう最後の中間車まですごい、 あの見どころがある車両なんですけども、えー、こちらのまあ既スペースはあるんですけどもこっちですよねこれがあの紹介しておくべき、えー、場所になります、えー、こちらなぜか電源がついてるんですよねで窓がついてて、えー、簡易運転台になっておりますでこれなんでかと言いますと えーっと次の5両目からですね一応回送運転できる運転台を持った2両編成がつながっておりますこれはすごい有名な車両ではありますこちらになりますねこんな顔の車両をつなげておりますこれは基本営業で前には出ないんですけど まあ、あの試運転とか見てはる方は多分この顔見たことあるとは思いますこれ本当だったらここに転落防止ホールつけたいんですけどもやっぱあのよく外れるしまあ汚くなったらダメなんで、えー、もうこのままにしております、まあ、ここにライトユニット組み込んで、えー、先頭で走らせてる人も多いかと思います もうあの余計なことはしておりませんでここになんとスカートがついてますねもう完全にあの先頭で走れるようになっておりますでこの2両だけ、えー、床下完全に茶色にしておりますでこれはあの2両で走る前提がありますのでパンタグラフは2個ついてます で次も、戦闘車という扱いの中間になります、ね。で、こっちですよね、顔。で、こっちは、ォロを撤去して、で、ホロろ枠をつけました。えこっちは、あの、たまに戦闘出たえフに、えー、ホローなしの状態の、えー、試運転があるので、 一応、フォローを撤去して、えっ、ー、と、何にせいか忘れましたけど、近鉄3板っていう、えー、パーツから、このフォロー枠を持ってきました。で、この貫通扉の色も先ほどから言ってます、えー、カルグレーを塗装してます。えー、もちろん床下はもう、全部汚れた状態です。 はい、次最後の中間車になりますねでこちらもまあ先ほどの、えー、2つ3つ前のと一緒で、えー、ここに電レがついてまして、まあ、簡易運転台で一応このあと残り2両この2両で一応校内の運転はできるということです、まあ、一時ジャンパ線とかね切ったりしてやってたらめんどくさいので このように電気連結器を使ってねえまあ分割え連結をするということになりますえこれがあの動力になりますねえこの動力に関してはねすごい以前からねお世話になっているパーツになっております最後の 8両目ですね。これが名古屋寄りになります。名阪特急といえばもうこの顔ですね。やっぱパンタグラフない方が、えー、かっこいいですね。特急らしい顔をしております。まあ、次これがあの火の鳥に、まあ、半分ぐらい置き換わるのかな。ということで。まあ、あの、これ、 に乗ってね基本名古屋に行ってたので寂しまだ走ってるんで、まあ、寂しくはないんですけどまあだんだんとこれが引退していくということでハンからねえー、でさらにあのスナックカーを置き換えるということになっておりますのでちょっとあの玉突きで、まあ、主役を引退するということで。 ちょっとあの寂しいところもありますね。やっぱ横から見てもえ完全に特急っていう感じですね。僕も基本的に通勤電車好きなんですけども、模型で、まあこうやって持っててもね、すごいえかっこいいし、えー、と、まあ一緒に走らせててもまあインパクトがあるかなと思います。はい。 まあ以上が、えー、このトミックスのアーバンライダーの8両限定品の開封レビューでしたが、今のこのセット上新でちょっと割引されてるのかなと。ちょっと、だいぶ前になるんですが、えー、その、この、えー、叩き売りしてるところを見たことがあります。まあ、中古でもこれ出回ってるとこ多いと思いますので、 ま,あまたポチフェスタとかでもね、えー、もし安いのがあれば、えー、買ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回はトミックスの、えー、近鉄2枚線ケアバンライナープラスの、えー、限定8用セットの開封レビューでした。画面の左上タップすることでチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またツイッター スターやブログのフォローもお願いいたします。